ハサップ。ハサップ、ハセップ、ハシップとも言う、統一された故障はない、は、食品を製造する際に、工程上の危害を起こす要因、ハザード・ハザードを分析し、それを最も効率よく管理できる部分、CP 必須管理点を連続的に管理して、安全を確保する管理手法である。日本では1975年、昭和50年に、 機害分析重要管理点と紹介されたが、海外の事情に詳しい専門家は、機害要因分析に基づく必須管理点と訳している。近年日本では、例えば ISO22000、2005などにおいて、機害分析から、ハザード分析という呼び方に変更されつつあり、ハザードとは、機害要因であるとする解釈が増えてきている。ハサップとは、食品の中に潜む、被害。 生物的、科学的あるいは物理的要因、ハザードを科学的に分析し、それが除去、あるいは安全な範囲まで低減できる工程を常時、管理し記録する方法である。例えば、ハンバーグを焼くときに、ひき肉中の感染症や食、中毒原因細菌などが、ハンバーグ中心の温度が何度で、どれだけの時間が経過すれば安全なレベルになるかを、科学的に分析し、 分析の結果決定した管理方法を実施して実施した結果を記録する。これによりかつて行われていた抜き取り検査のみの管理ではなし得なかった全品の安全性が高いレベルで効率よく確保されこのことを記録から証明することができる。日本ではハサップは品質と安全のためと言われているがこれは誤りである。かつてアメリカ合衆国でも同じような誤字があり、 品質もハサップで管理しようとする試みがあったが、結果として大企業でも管理が難しいものになってしまった。このことからハサップでは安全に特化したものであることがわかる。アメリカ合衆国で1960年代の宇宙開発アポロ計画の中で NASA、アメリカ合衆国陸軍とが1959年から構想し、 1971年にナショナルコンファレンスオブフードプロテクションで概要を公開し、宇宙食などの食品の安全性を確保する方法であり、これを現在多くの食品の安全性確保に応用している。合衆国でのハサップは食品微生物基準全米諮問委員会のガイドラインにより言われているが、この内容が国連のコデックス委員会。 国際食品企画委員会が示しているガイドラインとほぼ同一のものである。1973年にはアメリカ食品医薬品局 FDA が低酸性缶詰の法規制として取り入れた。ただしこの時にはハサップとは明記されていない。その後1997年に魚介類、2002年にはジュース類に義務付け、 また1998年には合衆国農務省 USDA が食肉食腸肉でのハサップを義務化した。また、最大手のハンバーガーショップであるマクドナルドは1980年代に病原性大腸菌・腸管出血性大腸菌を O157 の問題を解決するために自主的にハサップに取り組んだ。アメリカではまたハサップは従業員数名の小規模の企業でも義務化され、 実践されており、効果を上げている。多くの場合は、効率の良い管理が可能となり、結果として利益が上がっているようである。厚生労働省の認証制度である、総合衛生管理製造過程、通称マルソーは、ハサップの考え方を取り入れた制度である。しかし本来ハサップでは、個々のラインごとのハザード分析によって、ハザードを定めするものであるが、 総合衛生管理製造過程ではあらかじめ決められた、機械リストのみをハザードとしている、他の工場やラインで、すでにハサップ計画が確立している製品については、それをもとに、ハスプ計画を立てる方法がある。ただしこれは自ら機械要因分析ができるまでの、暫定的なものである。また本来ハサップで扱うのは安全性であるが、 厚生労働省は、総合衛生管理製造過程で扱う項目に、品質まで含めており、ハサップを行う全段階である、前提条件プログラムや、適正製造基準まで含んでいるため、煩雑なシステムが出来上がっている。この煩雑さのため手間と予算がかかり、大企業でも実践は難しく、かつて乳業メーカーで、総合衛生管理製造過程の認証を得た。 雪印乳業が大規模な黄色ブドウ菌のエンテロトキシン、オート等胃腸症状を起こす毒素の食中毒事件、雪印集団食中毒事件を発生させた。このようなことから、総合衛生管理製造過程はそのまま、ハサップと呼べるものではない。企業側も、総合衛生管理製造過程は認証であることから、ハサップを取るという言い方をよくするが、ハサップとは、 認証を取ることではなくハサップを実践する行為である。そして認証取得にばかり目を向けることは時として消費者の安全を守るという職の安全の本質を見失う危険性もある。食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法はハサップ導入による食品の製造過程の管理の高度化を促進するため必要となる施設の整備に対する金融や 税制上の支援を講ずる内容を規定た農林水産省と厚生労働省との共感法である。1998年、平成10年5月、同年7月1日施行に5年間の次元法として制定され、2003年、平成15年6月にさらに5年間延長する改正法が公布され、同年7月1日施行。その後、2008年、 平成20年も5年間延長する改正法が交付された。2013年、平成25年の見直しでは、2023年まで10年間の延長とするとともに、今までの現時法から執行法に変更し、再延長はしないとした。この法令等を活用するには、指定認定機関、各業界団体等の会員であることが求められている。また、2013年、 平成25年の延長時には、一般的衛生管理の整備について、活用範囲を広げるために、国内の一般的衛生管理とも言える、高度化基盤事項として整理するとともに、高度化基盤事項確認項目としてまとめている。アメリカ合衆国、欧州連合、EU へ輸出する、水産食品、輸出肉に関して、該当国内法規によりハサップの義務があり、 輸出する際には、厚生労働省、各地の厚生局、地方自治体による認定、または、大日本水産会などの認定団体の認定を受けなければならない。認定工場は、台北牛肉関係5工場、南九州畜産工業株式会社、南地区、三京ビート株式会社、株式会社宮地区、株式会社群馬県食肉卸売市場、 JA 食肉鹿児島南札工場のみで FDA、ありか食品医薬品局の係官は、肉や牛等の漢字を習熟していたが、日本が BSE、牛海面上脳症発生国であるため輸出はされていない BSE 問題参照。輸出水産関係でもハサップは必要であり、リスト搭載により認定施設とされる。EU は特に衛生関係に厳しく、 輸出元の海外の生産工場は EU のインスペクターが来るとなると緊張の連続で疲労困憊するほどだという。第三者による一定の認証基準はハサップ事項の証明として必要であるため中小企業でもハサップ認証を取得しやすいように都道府県レベルで独自の認証制度を設ける地方も出てきている。例、茨城県における茨城ハサップ等 国際規格である ISO22000 は、コデックスハサップシステムの考え方が取り入れられている、民間のマネジメントシステム認証制度である。総合衛生管理製造過程が、乳製品や魚肉ネり製品などの一部の製品に限定されているのに対して、ISO22000 は、製品によらず、食品安全を管理するためのマネジメントシステムが、 できていること認証を行いたいところであれば、どんな業種であっても受診することができる。食品製造業だけではなく、レストランなどの、いわゆるフードサービス業であっても、農畜水産物を取り扱う一時産業であっても、申請が可能とされている。12手順、7原則が行われる。これに加えて、経営者のコミットメント、全力で献身的に取り組むこととコーディネーターを選任する。 ことが重要である。このコーディネーターとは、ハサップチームリーダーであり、ハサップに関する全権を委常されている人のことを言う。特に経営者のコミットメントは十二手順に記載されていないが、それ以前になくてはならないほど重要な要素である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。